輪島市マリンタウンに来ています。目の前には仮設住宅も見えます。輪島市にはミシュランガイド北陸で一つ星を獲得したフレンチレストランラトリエル・ノトがありました。ただ元日の地震で被災し現在は休業中です。そのフレンチレストランのシェフ池畑さんが中心となって今年8月にオープンさせたのがこちら芽吹です。早速中へ入っていきましょう。とっても和の雰囲気あふれる、とっても落ち着いた雰囲気になっています。失礼します。こんばんは。すごい店内開放的で広々としていますね。失礼します。いらっしゃいませ。大変な中今日はありがとうございます。いらっしゃいませ。芽吹代表の池畑さん、そしてお店を一緒にされている川上さんです、はい、よろしくお願いいたします。まず本当に先日の豪雨からまだ間もないんですけれども、ええ、こちらのお店の被害はなかったんでしょうか。そうですね、ここの店舗自体は被害はなかったんですけど、はい、まあスタッフが、まあ、かなり被害を受けて、はい、まあ隣にいる川上さんもこう再開しようとしてた店舗、こちらは水に浸かった状態ですね。そうだったんですね、はい、で本当に今回震災からもう前を向いてなんとか頑張ってきたこう輪島の人たちの今の様子というのは肌感覚でどんな風に感じられていますか。まあそれはやっぱり震災後ね、みんな希望を持ってこう頑張ろうっていうのでやってきたんですけど、まあ今回の豪雨はそこに本当に水を差すっていうか、まあ、ガクンと悔しい思いしてますね、うん、皆さん。本当に池畑さんたちはですね、自らも被災されながらも震災直後の1月5日から炊き出し活動をされてきたんですよね。はい、そうですね、はい、その炊き出しというのは当初1日どれぐらい作られていたんですか。そうですね、だいたい1500から2000食をみんなで作ってましたね。またメニューにもいろいろこう配慮があったそうですね。はい、やっぱり高齢者が多い地域なので、はい、まあ、野菜を多くするのと、まあ、塩分は控えめにしたお料理でこう美味しいものっていうのでずっとやってましたね。本当に1月5日からもう半年ぐらい渡って毎日炊き出しされていたということなんですが、その一緒に炊き出しをされていた地元の料理人や漁師の方々が一緒になって今回このお店をオープンさせたということなんですが、まあ、それを言ってもご自身も被災されている中こう芽吹きをオープンさせようというその原動力は一体何だったんでしょうか。そうですね、まあ、メンバーみんなこう輪島でやってる飲食店の方が中心となったんですけど、やっぱりこの、まあ、輪島が好きで能登が好きで、やっぱりこれから震災があってもこう元気な街になってほしいっていうので、まあ、それで飲食店をやりましたね。やっぱりこの食があってそこに人が集まってまた交流が生まれるというところは大きいですよね。そうですね、本当に町の大きな、ね、原動力かなというふうに思うんですけれども、でもその矢先に今回の豪雨で、今回もまた避難所ですぐ炊き出しをされていて、今回も池畑さんは今朝も炊き出し活動されてきたんですよね。そうです、洪水のあった翌日からみんなでまたこう避難所が開設されたのでもう一回炊き出ししようっていうので、まあ、今も継続してるんですが、今朝もやってますね。今朝どんなメニューを炊き出しされたんですか。今朝は鶏の塩あんかけ丼だったかな、はい、そうなんですね、はい、で実はこちらの芽吹きもちょっと豪雨の後はしばらくお休みされていたんですが、昨日からはランチを再開し、そうですね、今日からはなんと夜営業も再開ということなんですけれども、はい、ちょうど今夜営業中にお邪魔させていただいています。そうですね、お忙しい中本当ありがとうございます。告知してなかったんですけど、はい、本当今たくさんのお客様来てくれて、ね、はい、本当に地元の方々で、ね、今にぎわっているんですけれども、はい、川上さん、はい、ちなみに本日のおすすめ教えていただいてもよろしいでしょうか。もちろんもう輪島といえば新鮮な魚が売り物ですから、はい、まあ、今日はカンパチと、はい、キジハタを、まあ、自分で釣ってきたのを盛り込んで盛り合わせにしてありますので。ご自身で釣ってきたんですか。そうですね、はい、釣りもされるし、うん、そうです、船もお持ちだとお聞きしたんですが、はい、そうです、それは自分で釣った刺身を、うん、盛り合わせに盛り込んで、はい、わあ、嬉しい。今日のおすすめ刺身の盛り合わせです、はい、わあ、美味しそうですね。
ますよろしいですか。ではこちらいただきましょう。いただきます。あ、油で弾きますね。いただきます。コリコリしてて本当に新鮮。やっぱり宇和島の魚は美味しいですね。美味しいですよ。甘みもあるし。そうです。やっぱりここに来て食べなかったら感じられないこの美味しさとうまさがありますね。やっぱ地の魚は、まあ、全国いろいろありますけど、うん、まあ、日本海のこの魚は美味しいと思います、はい、いやもう本当にやっぱりここ宇和島だからこその食があって人があってこの温かさと美味しいお料理があるんだなということを今実感したところなんですけれども、やっぱりこの宇和島の復旧復興には池畑さんや川上さんのこのパワーが今絶対的に欠かせないんだなというふうに今日お話をお聞きして感じたんですけれども、最後に一言お願いできますか。そうですね、やっぱり今回の豪雨で、まあ、震災後一生懸命積み上げてきたものがやっぱりこうガッと崩れてやっぱり心折れた方もいらっしゃるんですけど、でも川上さんはもう、まあ、実はあの再開する店舗水没したんですけど、はい、やる気満々なんで ね、 ね、そうですね。川上さんは輪島市内で居酒屋をもう30年近くですね、30年近くね、はい、されているということなんですが、その店舗が今この間の豪雨で、うん、はい、まあどうでしょう、2メートルぐらい床上しましたかね、はい、もうほぼ、まあ、壊滅って言っていいほど、うんうん、全部使えなくなりましたけど、うん、まあこうやって自分がこう復旧に向けてまあ、やっている中でもボランティアの方がたくさん来てくれる、やっぱ皆さんね、応援しようとして来てくれてるので、まあやっぱその応援に絶対応えないと、うん、まあやっぱりこの地震の水害、はい、ここまで人間にやるかと思ったらね、うん、もうやり返すしかないですよ。はい、ここからというすごいパワーもらえるんですよ。やっぱりここ僕も折れたんですけど、はい、やっぱりこのなんかやるぞっていうので引っ張られてます。じゃあ本当にまたここからというところで負け取られんということで、もう全てが刷新した感じです、はい、今日はお忙しいところありがとうございました。輪島市の芽吹からでした。